エドマンド・アンソニーカ・カトラ・パードムはイギリス出身でイタリアで活動した俳優。1945年に舞台俳優としてデビュー。1951年から1952年にかけてブロードウェイで上演されたローレンス・オリベーとビビアン・リー主演の舞台、シェイクスピアのアントニーとクレオパトラやジョージ・バーナード賞のシーザーとクレオパトラに出演し、 ハリウッドから注目された。やがて映画にも出演するようになり、1953年のタイタニックの最後やジュリアス・シーザーで早くを演じ、1954年の皇太子の初恋ではアンブライスの相手役に抜擢された。この役は当初予定されていたマリオ・ランツァが監督と対立して交番したための大役であり、歌唱シーンではランツァの歌声にパードームが リップシンクをしている。同じく1954年のエジプト人で主役の一人、ファラオの人役で名を挙げるが、これも当初予定されたマーロンブランドの大役であった。1955年には、聖書劇、プロリガルに主演し、同年のザ・キングス・シーフでは、サイド・アン・ブライスと共演するが、それ以降は出番が減っていった。その後、仕事の場をイタリアへと移し、 1957年以降は、ソードサンダルや、マカロニウエスタンなどのいわゆる B 級映画や、テレビドラマなどに多く出演し、また、イタリア映画の外国向け英語版の吹き替え、声優として長く活躍した。生涯で4度結婚した。ありがとうございます。